ムスタファヤタバレは、フランスオワーズ県ボーベ出身のプロサッカー選手。マリ代表、スイバス・スポール所属。ポジションは、フォワード。サッカー選手のサンブヤタバレは実定。2006年に、ビルヌーブスポールでデビューし、2008年に、リーグゥのクレルモンフットに移籍。2010年、US ブローニュに移籍。2011年夏、リーグゥの EA ギャンガンに移籍。 2011から12シーズンは無得点に終わった。2012から13シーズンはスタートダッシュに成功し、最初の10試合で8ゴールを挙げた。そしてシーズンを通じて、好調を維持し、23ゴールを挙げて、リーグで得点王に輝いた。やたばれの活躍もあり、ギャンガンは2年ぶりのリーグワン復帰を達成した。2013-14シーズン。 開幕戦のオリンピックマルセイユ戦で、早速ゴールを決めたが、試合には1から3で敗れた。クープ・ドゥ・フランスでは準々決勝、AAS ・カンヌ戦で、ホームとアウェーの両方でゴールを挙げた。準決勝の AAS ・モナコ戦でもゴールを挙げ、決勝進出に貢献した。そして、スタットレンヌとの決勝戦でもゴールを挙げ、優勝に貢献した。2014年9月1日、 トルコのトラブゾンスポール3年契約で移籍。2015から16シーズンはモンペリエ HSC に1シーズンの期限で移籍した。2008年11月19日のアルジェリア戦でマリ代表初キャップ。2010年1月10日に開催されたアフリカネーションズカップ2010アンゴラ戦では劇的同点ゴールを挙げた。アフリカネーションズカップ2012にも出場し三位入賞に 貢献した、出展、ありがとうございます。